ジオンジ沼ジオンジ沼は埼玉県埼玉市岩月区の北部に所在する沼である。ジオンジ沼は上院沼とも称され、琴音川により形作られた自然堤防の後廃湿地に水が溜まり形成されたと考えられており、古くには護岸のされていない自然沼の状態であったが、今日ではジオンジ浸水公園の一部として整備されている。 かつてのジオンジ沼は東西に長方形の沼であったが、今日のジオンジ沼は、周囲が公園として整備された際に、南東方向に水域が拡幅され、ほぼ北西から南東方向にとっくり型の沼となっており、水面の周囲は浸水公園となっているので近づくことが可能である。また釣り場も設置されているが、ルアーやリールなどの投げ釣りは禁止されている。このほか、 沼にはレンが植栽されている。所在地周辺は北方及び東方は畑などの農地や集落、南方は上院落ちを挟み、岩月北陵高校及び畑などの農地や集落、西方は岩月北部公民館及び岩月自動車学校となっている。なお、地温寺沼のすぐ東は大技将校となっている。明治期の記録である武蔵国軍村市には、 東西170軒、南北120軒、周囲704間とあり、ジオンジ村の東方に位置すると記されている。1968年頃には、周囲450メートル、面積9万2500平方メートル、水深約1.5メートルほどで、後に埋め立てが進み、ジオン地震水公園が建設されるまで規模が縮小していた。コスミダ川の源流の一つである。 上院落ちは古くには、ジオンジ沼の南東部から流れ出す流路となっていたが、ジオンジ新水公園の整備に合わせて、沼の西園のめぐるぼりとなるよう流路が付け替えられている。ジオンジ沼と上院落とは、沼の北西部にて接続している。ありがとうございます。